演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。この方髪の毛が限定なんですね。なので気になりますが、ちなみに2種類が出てくるのおうちスタバ、市販スタバ、そしてお店のスタバ、どれが一番なんでしょうね。なんで基礎が来てるのかな。少々お待ちを。では飲んでみます。次はこちらのカフェラテ飲んでみます。ラテもいいですよね。はい、ラストはちゃんストロベリーフレンチバニラストロベリーフラッシュですね。限定の商品、お店に出ないのかちょっと思ってしまいます。では飲んでみます。最初のドッキョ、こちらドッキョエスプレッソはほんのりコーヒーがしっかり香ってくるんですけど、その中にミルクが入っていて、ミルク感が上下です。でもラテよりはちょっと控えめで、ただやっぱりブラックの方が、ブラックの方が良かったかなと思いましたので、こちらの点数をさせていただく。だったらブラック買えばいいんですけど、ないんですよねブラック、なんでなんだろう。でそのカフェラテ、こちらはこれラテという名前が想像できるように、まろやかなミルクの甘みが小さに広がってきて美味しかった。ドッキョエスプレッソよりも甘めですね。なので甘いラテが好きな方にはおすすめできますね。でこちらの点数をさせていただきます。そして最後、こちらのストロベリーフレンチバニラストロベリークラッシュはイチゴの果肉が入っていて、中にのすると同時に広がるんですけど、ただのイチゴミルクとも違ってちょっとまろやかさがあって、バニラの芳香な香りも感じますので美味しかった。ちょっとアイスクリーム感も感じられましたね。通常のミルクよりやっぱりバニラが入っているというのもあるんでしょうか。なんでお店で売らないんだろうとちょっと疑問に思ってしまいました。それぐらい美味しかったです。というわけでこちらも検証となっている。おうちスタバ、いやお店のスタバと比べると、このチルドスタバはすごい飲めるという点ではいいのですが、味を調節しにくいという点では、お店とかお家のスタバに分がありますね。なので用途によって使い分けるのはやっぱりいいのでしょうね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。